始まりました、カチカチ農園部。イエーイ。冬野菜植えて3週間経ったということで、まだまだ暑かった9月上旬、人参や大根、ビーツの種、キャベツやブロッコリーの苗を植えましたよね。果たしてどうなっているんでしょうか。うわうわすごい。だいぶ大きくなったね。すごいな。ちょっとめっちゃ大きくなってる。だいぶ大きく、もうね、幹立ってますもんね。元気 100% や。だいぶ茎も太い。これキャベツ、これキャベツっぽくなってきてる。本当や、これキャベツの中身や。わ、この段階のキャベツ見ることないわ。ですよね。これはね、大根なんですよ。ここから種ゾーンですよね。種ゾーン、種ゾーン。1/7。これ全部植えたのに。ビーツゼロです。え、植えたっけ。炎天下にさらされてるんで、はい、やっぱり水切れ、水がちょっと足らずに発芽不良があって、今まさにこういう状態。ちょっと難しいって言われてた人参、はい、おるおる。すげえすげえ、発芽してるじゃないですか。だって田中さん言ってましたよ、人参はマジで期待しないでくださいよみたいな。来てない。確かに。え、いいんじゃないですかこれ。今年みたいな猛暑でちょっと奇跡です。いや、すごいですよ。はい、ということで冬野菜を見ましたが、はい、その成長過程をですね、VTR にまとめていただいたということで、ありがたいです。ありがとうございます。じゃあそちらをご覧ください。はい。冬野菜を植えて3日が経ちましたが、ずっと暑い日が続いてます。今日も水やりをやっていきたいと思います。ありがてー、ありがとな、河村くん。毎日植えた時なんか30度、日中ものすごく暑いので水をあげてもすぐこのように土が乾いてしまいます。うわー、ほんとだ。暑さのせいなのか、こんな時期あった、弱ってるように見えます。暑さで、これから遮光ネットというものを張って太陽を遮って水を乾きにくくします。はいはい。人参の種を植えて1週間が経ちました。ご覧ください。お、来てるじゃん。と人参の芽が出てます。わ、すごいすごい。1週間で発芽。あ、かわいい。へえ。あ、ほんとだ、すごいね。遮光の、あ、奇跡。田中さん頑張ったですね。喜んで、すごい。まずは本当にありがとう。ありがとうございます。俺ら以上に絶対感動してると思う。いや、確かに。ね、100% やっぱ遮光カーテン、やっぱ大事なんですね。めちゃくちゃ、やっぱ見られた通り地面があんだけ乾くんで、はいはい、発芽にとっての水分が足らなかったんですよ。これちょっと発芽しなかった場所、はい、結構あるじゃないですか。そこってもう一回巻き直しっていうのは種できます。あ、できるんだ。まだできる。あ、よかったよかった。全然間に合う。そうです。いや、次こそここにも芽が出るといいな。頼むぜ。最初からうまくいったらね、簡単やけど、やっぱうまくいかないからね、ゴールは嬉しいでしょ、そういう時のね。結果どこまで植えたかもわからん。こんなことしてたから。最後に土が乾かないように遮光ネットをかぶせたら種の巻き直し完了。これから冬野菜がどうなるのか楽しみですね。さて、こんな大変な思いをするなら野菜作りは嫌だというそこのあなた、これならできますよ。題して、はい、インドア農園部。わー、たかしみたいなお家大好きな人でも野菜は育てられますよ。こちらです。あら、じゃじゃん、レタスミックス。この状態でも販売されているもの。そうなんです。へー。だから今後もなんかこの状態でもう食べることももちろん可能。そうですね。いただきます。うめえよ、めちゃくちゃうめえよ。ちょこっと欲しいみたいなのやりますもんね、こういうレタスミックスなんて、ほらカップラーメン、はい、食べる。いいっす。あ、なるほど。ね、絶対合いますよ。合いますよ。確かにスープにバンでいけるわ。うん、テクニもないし、美味しい。うん、これそんな飯食べてないのに見えます。食べてきてます、ちゃんと。大丈夫です。ベランダとか、出入りされる入り口とか、あ、はいはい、あんなちょっとしたスペースで OK な、はい、こちらです。じゃじゃん、
ブロッコリースプラウト。何それ。ブロッコリースプラウトはスーパーでも見かける野菜ですが、ビタミン、ミネラルや抗酸化作用があるポリフェノールも多く含まれているんです。体にめちゃくちゃいいんだ。とにかく栄養価が高い。栄養価が高い。まず用意するものはタッパーやコップなど、器であれば何でも OK。 そしてなんと土は不要、代わりにキッチンペーパーを用意してください。は？どういうこと？まず容器にキッチンペーパーを2枚ほど置いたら、ひたひたになるくらいに水を入れます。ここに種をまんべんなく撒いて、あとは霧吹きで種を湿らせるだけ。あとは1日1回霧吹きで水をあげたら、このようにどんどん成長していきますよ。好きな器で栽培できるので、お家のインテリアにもぴったり。育ったらすぐにサラダなどに入れて食べることができるんです。これ本物のインドア野菜だ。発芽だけをさせるので、はい、薄暗くて OK。 あ、マジのインドアや。より本当置く場所選ばないみたいな。トイレとかでも全然、まあ、インドアはいいですけど、うん、嫌じゃない？なんかトイレで発芽したやつを食べるってなんか。これじゃあちょっと僕が責任持って、そうね、発芽させて頑張ります。これは僕もお楽しみ、はい、おかげさまで砂岩芸人です。